皆様こんにちは、ツートムハウスワイフのお時間が今日もやってまいりました。このお家で採れた、お庭で採れたあのタイマちゃんをむしり取っていく動画にしていこうかなと思います。お花なんですけど、お花をね吸うということなので、こうお花をもぎって壺に入れておりますけれども、これでまあだいたい1年半分、1年分あるかなないかなぐらいですね。そんな感じで最後のね、私たちのお家、このお家売れましたということを前回の動画でお届けしたんですけれども、ついにねお別れすることになりましたので、最後の動画になっちゃうかな。このお家からは本当にね、なんかいざ出るとなったらちょっとやっぱ寂しくなっちゃいますね。本当旦那様としましては、このお庭、畑、お野菜なんかもいろいろありましたけれども、まあ次のお家はもうこのお家よりもだいぶちっちゃくなるし、あとアパート暮らしになるということで、お庭なんかもなくなっちゃいますし、スカイちゃんもね気軽にお庭におしっこ行ったりできなくなるから、初めてのワンちゃんとアパート暮らしということになるので、ちょっとまあ不安でもありますけれども、新しい門出を我々はエキサイト喜んでおります。売れたことに本当に感謝してる。このうちの購入者の方が入金されてから2週間もないうちにこの家を出ていかなきゃいけないとか、みんな本当にどうやってるのっていう感じなんですけれども、いろいろね引っ越し屋さんとか、いろいろ住所変更しなきゃいけないこととかもいろいろある中で、すごいショートタームで引っ越さなきゃいけないということなんですね。このパサディナは緑も多くて、静かで平和な街なんですけれども、 LA ダウンタウンの方に引っ越す予定でございます。なんでせっかくこんな静かな場所なんだから、近くになんかも他になかったの？別の郊外とかも見てたんですけども、いまいちピンとこなくて、でいろいろアパート見てたら、検索してたら、ロフト、それロフトってなんかこの窓がでっかい感じで、ちょっと今から映像いろいろね挟んでいきながら、ビジットしてるアパートを見ながらお話ししていきたいんですけども、まあ、最初はダウンタウンってね、今まで住みたいななんて思ったことないし、言ったらパサディナに比べたら車も多いし、あとノイズも多いし、しかもホームレスさんですとか治安が悪いっていうね場所もいっぱいありますから、パサディナに比べたら。でもそのアパートを見てましたらね、結構やっぱり心が弾むっていうか、この今までの雰囲気とは全然違う、パサディナのお家とは全然違う雰囲気にちょっとリセット、チェンジしたかったっていうか、ある意味挑戦でもありますし、まあ、旦那様もそれには乗る気でございましたりしましたので、じゃあそれをねフォーカスして探していこうということで、15軒ぐらいねいろいろねアパートビジットいたしました。まあ、中にはね、いまいちやっぱ光が入らない暗いとかね、まあ光はあっても、まあ狭すぎるとか、キッチンがちょっととか、いろいろね、物申し出したら止まらなくなる感じ。なんかいろいろ行ったね、ビジットしたお部屋の中には、20年前にニコラス・ケイジが住んでた家とかをね、見せてもらったりしました。まあただの好奇心で見せてもらったんですけれども、まあでもそのビルはやっぱちょっとね古びてって、なんかあんま毎日そこに住なんか通いたくないな、スカイちゃんのお散歩行った後このまたビルに戻るのとかちょっと嫌だなとかね、やっぱいろいろねこの感じるものがピンとくるのかピンとこないのか。でやっとですね、いろいろビジットした中の一軒でいい感じなんところが進んでまして、申請中でございまして、15日までには引っ越せるかなと思います。本当にバタ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 でございまして、で皆様気になられているかもしれませんけれども、このお家いくらで売れたのっていうね、まあ、なんとなくですと、4年前2019年の末にこのお家を800円で購入したところ、今回1100円で売れたみたいな、そんな感じでしょうか。だからちょっと300円プラスみたいな感じで儲けが出ましたということで、今回ね、このお家購入された方、ローンで買われたんですけれども、中国人のカップルなんですね。旦那様の方はですね、Facebook でお働きになられているということで、陰謀論好きの方とかはどう思われますでしょうか。
か。今のご時世、このアメリカでお家を買う、購入するっていうのはすっごいことだと思います。金利がその我々が買った時よりも今 7% とか 8%、 当時我々は 3% ですごい値段なんです。だからローンで買われた方はですね、月々ここね8000ドル払わなきゃいけないってすごくないですか。8000ドルの、でもそれが今アメリカということらしいんですね。今後どうなるかわからない未来を築いていこうかなというところでございます。はい、ということでむしり取りながらお話ししていこうかなと思いますけれども、むしる何、日本語が出ません。乾燥してるこのなんか茎がポキって折れるぐらいになるともう取ってもいいということで、もう最後のないですね。本当はもう4つか5つか苗があったんですけども、その時動画撮るの忘れちゃって、まあ、この感じでいい匂いがしますか。旦那さんはねもう全く吸わないんですけれども、この草の匂いっていうものはすごい気に入ってらっしゃいます。好きです。はあ、いいと思いますよ。あと今オーブンの中にバナナケーキあるからちょっと覗いてみちゃおう。あ、見えるかしら。あんま見えないけど、まあ美味しそう、いい匂い。ふう、スカイちゃんどこ。あ、まあこんな感じでもう段ボール、あとはもう引っ越すだけみたいな感じですね。はあ、名残惜しいわ。さようなら、さようなら。はい、待って、スカイちゃんこんにちは。はい、あれ、もう寝てた、そこでゴロンゴロンしてた。せっかくですから、新しくね今取れたてのタイマちゃんを巻いてまいりましょうか。ジョイントで巻いてまいりましょう。はい、ではですね、早速ですがこれでグリ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 巻いてまいりますね。私は吸うタイプでございますので、まあ、このぐらいでしょうか。まあ、大きなちょっとした茎は取って、葉っぱも取って、ここにこうして入れまして、でこちらでこういうねなんか売り物があるんですね。ここでグリ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 グラインドしてまいります。私これは犯罪行為にはならないんでしょうかとね、日本人には思われますけれども、全然こちらでは合法と言いますか。まあですね、私大麻に関して、まあね、ロサンゼルスに引っ越してから結構普通に吸ってる。でも正直問題ね、俺もね日本でこの大麻というものが普通に合法化されて皆さんが吸い出すのかなと思ったら、それもそれでクエスチョンマークだったりするわけで、まあアメリカも別にみんながみんな吸うわけでもないですし、まあ大麻と私気が合うか気が合わないか、まあ、こういうの苦手な人は苦手でしょうからね。ああ、こういうところでね、綺麗にパカッと負けたらかっこいいんですけど、俺は無理だよね。ぐにゃぐにゃジョイントが今できております。あんまりピシッとしてないんですけども。IKEA の鉛筆を使わせていただいております。ちょうどいいサイズなので、これで押し込むことによって、葉っぱが、濃厚な感じでピシッと締まる。あとは振って振って振りまくれる。はい、ということでできました。ジョイント1本500万円。まあ、タイマーを吸いますとね、やはりね、何でしょうか、集中力が増すってやつをよく言いますよね。内側にすごいスムーズに入るんですね、内側に。じゃあこれなかったら入れないのかって言ったらそんなことないんですけれども、深呼吸研ぎ澄まされるってやつですね。はいはい、はまい、はい、ということで今日も最後まで見てくださいましてありがとうございました。ダラダラ映像でしたけれども、こういう緑とか植木とかね置いてっちゃわなきゃいけないのとかもやっぱ切ないんですけれども、もらってくれる方がいたらバナナここにありました、まだ取れたてのみたいな、どうしたらいいかわからないんですけれども、もう1週間後にはこの世に家からこの世じゃないやこの家からいなくなって
ているということなんですね。ということで、皆様、ありがとうございました。この家とつーちゃん、ロサンゼルス郊外パサディナシティからの映像が今日で最後となってしまうかもしれませんが、今度のつーちゃんの動画にも、期待して次のお家からの映像になると思いますけれども、お楽しみにしておいてくださいませ。はい、ではまたお会いいたしましょう。Oh, my God.